5cm パック 385cm パック38は第二次世界大戦中にナチスドイツが運用した対戦車砲である。1938年にラインメタル車が 3.7cm パック36の後継として開発した。当時の最新技術が導入されており、当初からトーションバーサスペンションを備えていた。 全身の 5cm パック37が1935年に開発着手されたが、貫鉄力の増大や砲画の改良が要求されて不採用となった。その要求にのっ,とって誕生したのが 5cm パック38で、1940年から1943年にかけて9568門が生産された。 1940年5月から6月の西部戦線で従来の主力対戦車砲である3.7センチメートルパック36がフランス軍のソミワア S35 機兵戦車やルノー B ー一重戦車及びイギリス軍のマチルダ I 風評戦車やマチルダ II 風評戦車との交戦で貫鉄力不足を露呈した結果量産が本格化した 当時計画されていたゼーレーベ作戦に備えて、同年7月には先行量産型のオシリーズが配備されている。その後、ゼーレーベ作戦が延期、中止されたため、1941年4月から5月のドイツ軍によるバルカン戦線介入が最初の実戦投入となった。同年6月のバルバロッサ作戦を契機に開始した独組戦においては、 タングステン弾芯の高進鉄鋼弾 p z g r 4 0を用いることで T-34 中戦車に対抗可能だったが、撃破困難なキロボルト1重戦車は装甲の薄い脆弱部を狙う必要があった。タングステンは輸入に依存した気象資源な上、1942年以降に工作機械へ優先された影響もあり、5センチメートル。 p z g r 4 0の製造数は191万1102発に止まった。対戦中期以降の師団直属の戦車両兵大隊,隊では 7.5cm パック40や同級化砲搭載の対戦車車両へ順次更新される形で姿を消した。ただし、慢性的な対戦車兵器不足に陥っていたこともあり、 不評連隊所属の戦車両兵中隊や、連隊本部の対戦車小隊には、対戦後半も配備されたほか、高下両兵や山岳両兵及び2 0 0級部隊などでは終戦まで運用が続けられた。ネーベルベルファー部隊などでも、対戦車自衛用として配備されたこともあった。3.7センチメートルパック36に比べると、重量が倍以上になったが、パイプ上の方は使用。 アルミ合金製にするなど軽量化を図ったことで、人力での人地転換も困難ではなかった。補助輪を閉じた方足の末端に接続し、見輪状態にすることで手押ししやすくできた。牽引車両は、主に軽便な SD-KFZ10 が採用され、自走砲に改装した 5cm パック38、アウフズーグクラフトワゴン1トンも存在する。 宝手を守る棒立ては厚さ4ト、mm、ルの後半2枚を重ねた構造で後半の間には2 5ト、mm、ルの間隔が設けられていた。また b k 5トルとして航空機搭載用に改良されたものが 188P-4 にガンポッド形式で搭載された。他に5 5トルフラッグが0と58実用化までのつなぎとして 同法の薬莢やレーダー連動式火器統制装置と接中した対空砲型の 5cm フラック214よびモーゼル車による航空機関砲版の MK214A が存在する。通号戦車の車台を用いた対戦車自走砲も2両試作されたが、マルダー2と異なり正式化には至らなかった。7 5トルパック50は本法の改造型で、 方針口径を 7.5cm へ、作肉拡張かつ方針長を 2245mm に短縮し、弾薬を 7.5cmKWK37 と共通化したものである。急症を 7.5cm パック37こと 7.5cmIG37 と同様に、不評法としての運用も起としていたが、同法と異なり、 重量の割に性能が低いため少数配備に止まった。ありがとうございます。